台北市は台湾東北部にある中華民国の直轄市。1967年7月1日、台湾省管轄下の行政区域の中で初めて直轄市に昇格した。2019年10月時点での人口は264万6204人であり、地域の人口では衛星都市の二北市に抜かれたものの中華民国の首都である。中華民国最大の都市圏である。 台北都市圏の中枢都市であり、アジア屈指の世界都市でもある。面積は約272平方キロメートルで四方を2北市に囲まれている。日本統治時代は台北と日本語読みしていた。現在でも NHK の放送では台北の故称を採用している。国語の発音では台北台湾語発音ではイパックである。 台北市の衛星画像台北市は急速な人口増加のため、台北盆地の山際にまで都市化が進展している。北部は、夜市で有名な市林、山の手高級住宅地の案も、温泉で有名な北投げから、地域内には、台北最古の寺、赤戸宮が立地している赤道に至る。中心部は、古くから栄えた地域であり、日本時代の建築や清市時代の遺構が多い。 総東府、台北最古の寺の一つの達山寺、古くからの繁華街、西門町もここにある。南部には、茶の産地である木策を要する。台北市は、台北盆地に位置し、大田村火山群が、市北部北部に位置し、市南部の炎山、大寺下、内湖に向かって緩やかな傾斜を生み出している。最高海抜は七瀬遺産の1,120メートルであり、続いて、 大田室山の1092メートルが続いている。山間部の中心は北投げの外縁に広がる火山地帯である。市東部の内湖南高及び南部の木作では丘陵地帯となっており、標高約300メートルの南湖山系が広がっている。水系、編集台北市内は淡水河の流域に分類される。淡水河は主流以外に支流の新見系が 大東区、万華、交換、警備などの地域を流れている。キールン川は、キールン師団南区やニ北市汐留区、南港、松山、内湖、大寺河、市林、社高へたー赤土一帯にて、淡水河で合流している。稼働が湾曲していることから、かつては大雨ごとに水害が発生していたが、現在は、市林、内湖、南港の稼働を修正する工事を行い、 水害被害を防ぐ治水事業が完成している。これ以外には、警備系は、警備にて、新見世系より分岐し、警備、目策を経て、日北市新航区へと流れている。総警は市林、北投げ教会一帯よりキールン側が分岐したもので、あり、警は、その総警より分岐している。総警は、芝山岩、外総警国を流れ、後継は、石パイ アンモなどを流域に含んでいる。台北市は北緯25度付近の東アジア大陸と太平洋の間に位置し、シベリア高気圧と温暖湿潤な太平洋高気圧の影響を受けた亜熱帯気候が特徴である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。台湾では四季の変化が顕著な地域であり、一般に3から5月を春、6から8月を夏、 9から11月を、秋、12億年2月を冬としている。北投げシリンク内国大道区中山区松山区、満区中西区大安区新岐区、南高区分散区変遷、編集日本時代台北市の町名一覧、編集朝の台北風景夜の新岐区風景。詳細は、台北の歴史を、参照国立中世記念堂慶福門台北は、もともと平ら、 ほ族と呼ばれる、原住民の住む土地であったが、秋代の初め頃より、漢民族が居住するようになった。また大航海時代になると、オランダの統治が及んでいなかった台北市郊外にある、淡水に、スペインが要塞を作り、一時期スペインの活動拠点の一つとなった。1662年、帝成功は、オランダ勢力を台湾より駆逐し、台湾北部に進出したが、 キールニや淡水を拠点としたに過ぎなかった。辰山寺マテラ1683年に、新国による台湾統治が開始されても、清政府は、加害の地として、台湾島への渡航自体を制限し、当初は台北が開発されることはなかった。やがてうやむやのうちに制限は解除され、漢民族の移住は活発化し、台北は、 一府に鹿造と三大都市の一つに数えられるほど栄えるようになった。府とは新朝統治の中心であった台南。鹿とは台湾中部の鹿港とは台北のことである。字が示すようにもともと台北は水分から発達した。台南と比べると都市形成の点で後進的であった台北であるが新末には都市化が進行し百七十五年には 日吉政府による台北府の設置と台北城の建設が始まった。1882年に包茎の城壁が張り巡らされ、1885年には台湾省が設置されて台北はその省都となるなど、台北は中国的近代都市として成長を遂げた。準部として派遣された流明殿は、電灯電報鉄道などのインフラを整備し、 また都市整備のため大陸の商人資本を集めて、教師講師を設立するなどの政策を次々と遂行し、ここに新国人の都市としての台北は着々と発展していった。現在台北市の行政区を囲むように点在する四つの城門は当時を忍ばせるものであるが、復権様式の一つを除いた残りの門は国民政府以降に作られたため北京様式である。しかしながら、 日清戦争敗北によって、新国が台湾割譲を余儀なくされるとこうした流れは一転し、台北は日本的近代都市として新たな成長期を迎えることとなった。台湾総督府1895年に日本統治が始まると、日本は独立派の勢力が強く、日本からも遠い台岸を嫌って、台北に総督府を設置。台北の本格的発展はこの時点から始まった。 初代民政長官に就任した後藤新平は、新長が築いた市街の城壁を撤去、街路を建設し、また上下水道を整備するなど近代都市建設を進めた。1901年に台風被害があり、在来建造物が壊滅的被害を受けると、それを機に中国式建築が一掃されて、代わりにレンガ造り、石造りの館長、学校、銀行、 会社などが林立し、市外の光景を一変させた。その後も、地域の拡大や周辺農地の治水、開墾が進められ、日本本土からの移住者も多数に上った。さらに経済的にも、軽工業や農産物の生産などにより次第に影響力を強めた。このような中、市民生活も豊かになり西門町では、数多くの映画館が立ち並び、また、 台北郊外の北投げ温泉は日本有数の温泉地として整備され台湾の内外から多くの当事客、観光客を集め1923年には皇太子博人新郎も尿敬したこのように日本統治下において台北は台湾の政治、経済、観光、軍事の中心地として栄えた太平洋戦争が始まると台湾は南進基地として利用され 台北には本土からの軍隊が往来するようになった。それを狙って米軍による空爆も開始され、市民は疎開を余儀なくされた。2017年台北市の夜景。日本の降伏後、紹介席率いる国民政府が台湾を接収し、国民革命軍が駐留するようになった。大戦後、日本人が引き上げる代わりに、中国国民党が、 兵士やその家族を引き連れて居留したため、台北の人口は一気に跳ね上がった。国民党は中華文化を商用する政策をとり、台北の日本建築は中華式のものに建て替えられたり、中世記念堂や国立古級博物院、円山大飯店などの中華様式のモニュメント的建築が建てられた。堺町、旭町、直市街道などの日本式の名前を持っていた町や、 通りも中山路、民族路などの中華式のものに改められた。その後、中華民国軍が国境内戦で人民解放軍に敗れ、中華民国が中国大陸を失うと、大陸にある南京市の代替地として台北に戦時首都が置かれた。国民政府は開発独裁を敷き、軍事や経済発展を優先したため、台湾経済は飛躍的に発展し、 中心地である台北も人口増が相次いだ。だが民生は後回しにされていたため台北の交通渋滞や郊外問題は悪化していった。それを解決するために台北駅の地下化、地下鉄建設、廃棄規制などが計画されたがほとんど実行されなかった。これらの政策が実行に移されるようになったのは民主化の進んだ1990年代前後からで。 あり、台北の都市環境は飛躍的に整備されるようになった。サイモン庁 IT 経済化、さらにバイオなどの知識集約経済化を進める。中華民国では台北を中心とした地域の重要性がさらに高まっている。しかし、台北市内には余剰空間が不足しているため都市の発展は周辺部に波及し、台北都市圏を形成している。特に台北から板橋、 台湾東園国際空港へ至る会場は人口が密集し移動人数に対処するため台北都市運閣制や桃園機場早運が運行しているほか追加の路線も建設または計画されている2015年までの台北大都市圏の人口は704万人を数え香港と同規模の都市圏を形成している 日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界33位と評価された。また、アメリカのシンクタンクが2016年に発表した世界都市ランキングにおいて世界43位と評価された。また、台北市南部には中華民国に出稼ぎに来たフィリピンミャンマー人らが密集して居住する地域が存在している。 これらの地域は従来交通不便地であったが、交通インフラの整備により急速にベッドタウン化が進んでいる。2006年には高尾市との高速鉄道の完成に伴い、それまで工業都市として発展していた高尾地区が工場の海外移転を呼び出す工業化に伴い、産業が空洞化したことで高尾都市圏の人口を吸収する可能性も指摘されている。2017年には、 ユニバーシアードも開催され、中華民国で初の国際総合スポーツ大会となる。歴代市長詳細は、台北市長を参照日本時代、編集台北市役所中華民国時代、編集台北市長アジア、太陽州北米中南米欧州中東、アフリカ内国科学技術園区台北市は、中華民国経済の中で金融、メディア、通信の中心地としての地位を占めている。 2011年9月、英国のシンクタンクの Z ・イエングループにより、世界第23位の国際金融センターと評価されている。産業方面では、経済の急速な発展により、市民の所得が増大し、高い消費能力とそれに付随する産業の発展が特徴であり、サービス業などの第3次産業が台北経済の9割を占めるようになっている。 その中には卸売小売貿易、飲食、金融サービス、物流サービス、通信事業、インターネット関連、そして双方を含んでおり、特に小売業では人口あたりのコンビニの店舗数が世界一となっている。また、台北市のテクノロジー関連でも整備が進み、情報ハイウェイを目指す台湾のコンピューター通信網は、世界でも先端の設備率を有している。 白愛特トック台北へで最も高い超高層、建築である台北101大北には1900年代より多くの日本統治時代の建築が残されている。その中でも特に台北の中心地にあり、台湾の政治、経済の中枢を担う中央官側、総統府、台北貧院館、司法院、監察院、台湾銀行などが立ち並び頃にある町の風情を感じさせる。 建築群として知られており、台北のシンボルにもなっている。市内にも多くの日本統治時代の建築が、点在している。1920年代の日本人の住宅地である、昭和町の日本家屋も残っている。都市化が進む中貴重な文化資産として、残存する、およそ60棟のうち10棟ほどが、文芸施設やレストランとして改築され保存されている。 市内郊外の北投げ温泉街も日本統治時代の建築群の一例である。市林夜市の近くには台北市内現存する唯一の神社の塩酸水神社も残っている。一方、台北市の東部にある新区の福都心は高層ビルや商業施設が立ち並び急速に発展を遂げる地区である。台北市政府が移転し、 2004年完成の台北101を中心とする新しい高層ビル群が立ち並び、国際都市としてインフラ整備が実施されている。台北101は2004年に当時世界第1位の高さとなる超高層ビルとして完成し、地上449メートルの高さにある91階には屋外展望台がある。中国との関係改善が進むにつれて、 中国からの投資資金が流入し、住宅価格が高騰している。一般人の年収の約15倍に達しており、住民の年収比での住宅価格は世界一との指摘もある。2013年の住宅価格は2003年の倍に上る。2006年3月現在、15以上の民間人口は約213万。 実質労働人口は118万6000である。就業者数は114万、失業者数は4万7000であり、失業率は3.9%である。また外国人労働者は、いわゆるホワイトカラーが約2万9000人、ブルーカラーが4万3000人就業している。台北市に本部を置く、大学台湾大学台湾市販大学各区の教育欄を参照のこと、 台北市の幼稚園一覧、台北市の国民小学一覧、及び台北市の国民中学一覧も参照松山、空港台北市内には台北松山空港が存在する。台北松山空港は都心部に近い松山区にある。1979年の中西国際空港開港以降は中華民国の国内線専用空港として運用されてきたが、 2010年に再国際化し、日本の羽田空港との間に定期便が就航した。都心部との距離が近いため、都心部との交通手段として、台北都市運内湖線がターミナル直下に乗り入れるほか、路線バスやタクシーなどの連絡手段も利用される。また、近郊のキールに市、桃園市も妄想の区、中区への高速バスや、桃園国際空港へのリムジンバスも運行されている。 松山空港に発着する以外の大部分の国際線は東園市大園区にある桃園国際空港に発着する。台北市との連絡手段は中山高速航路経由のリムジンバスとタクシーに限られているが2017年に空港と台北市内を連絡する東園早運気乗船が開業し台北駅から35部のアクセスとなり連絡状況が向上した。台北駅 台湾鉄路管理局の本部が設置されている台北は台湾鉄道の発祥の地であり、新大には大稲からキールン及び新築駅区間での運行がされていた。日本統治時代には新大の鉄道路線を変更し、今の一万花、板橋を経由した。また、台北市内に市電を建設する計画もあったが、財政難のため計画のみで中止されている。 台湾高速鉄道編集詳細は台湾高速鉄道を参照プラットフォーム台北と高尾とを結ぶ高速鉄道。日本の新幹線技術が導入され台北高尾間の 345km を最高速度時速 300km 所要時間約1時間30分で結んでいる。台湾鉄路編集大鉄重幹線詳細は 台湾鉄路管理局を参照台湾鉄路管理局の、縦貫線は、南港駅、松山駅、台北駅、万芸駅の4駅が市内に設けられており、その中でも台北駅は、台湾交通の中心地の一つとなっている。市内の大鉄の線路は、慢性的な渋滞解消のため、すべて地下化が完了している。以前は、台北駅より分岐する、淡水線及び、 万華駅より分岐する新見世線があったが、淡水線は1988年に早運の転換工事のため廃止。新見世線は巨額の累積赤字に加え道路拡張工事の必要性から1965年に廃止されている。台北都市運、編集詳細は台北都市運を参照淡水線板橋線、西門駅台湾で初めて整備された。 都市運システムであり、に北市と連絡し、台北都市圏の交通の機関となっている。現在開通している路線は、下記の通り、路線一覧内、北都市運路線図バス路線は、台北市内を網羅し、市内交通の網細欠陥としての役割を担う、重要な交通機関である。渋滞の影響を避け定時運行を実現するため、市内の主要道路である、松江路、新儀路、 人廃路、新西南路、民権東西路、南京東西路、落閣福寺、忠高東西路及びトンカ南北路にはバス専用レーンが設置されている。市内を走るバスは大きく下記の3種類に分類することができる。津波栄行車、台北市連栄行車管理所は1977年に成立し、台北市及び日北市内で運行される津波栄行車路線を一元。 管理している。旧台北市公共技社管理ところが会社として再編され、大都会客運等の15業者が共同あるいは個別に路線を経営している。また、一部市内バス路線は、日田市交通局により管理されており、こちらは県観光車と称されている。台北市民の足として利用され、また、早運交通を保管する役割も担っている。 地方客運連栄光社に加盟している事業者が運行する一部路線は交通部航路総局の管理とされている。また、貫栄光社に加盟していない高架客運の路線もこのように称されている。中、長距離バス、国光客運や東貫客運など約30事業主からなる高速バス事業主はすべて台北に運行拠点を有している。主な運行拠点は 市民大道と重慶北路の交差点の大北天運営に集中しており、国密客運は台北駅に隣接するバスターミナルを有している。20世紀中まで淡水河を利用した水運が発達していた台北であるが、時代の経過とともに水運は衰退し、現在では淡水河とキールン川に藍色航路と称される観光路線が残るのみである。台北市は 現在国道1号及びその高架支線、国道5号台北市から議覧県を結ぶ高速道路、そして国道3号及びその支線である国道3号高線が台北市を貫いて建設されている。また、新規快速道路は国道3号と新規再開発区を連絡する主要動脈となっている。これ以外に新生高架道路、建国高架道路、 関華南北快速道路、水源快速道路、東西向き快速道路、安茂快速道路、関東大道及び、すび快速道路が、台北市内で共用されている。市民大道関華南北快速道路、徴用共人口が集中している台北では、密度の高い道路網が構築されている。1九百年代から九百八十年代にかけて、中華路、ただあずまじ。 人愛路、落郭福寺、キールンド等の高規格道路が建設されたが、それを補完すべき、補助道路の整備が遅れ、特に旧市内では極めて境外な道路が出現し、交通動線を阻害するものとなっていた。1970年代後半より、路地に駐車しやすいスクーターが、市民の足として活用されるようになると、車道をスクーターが占める特殊な景観を生み出す。 原因となっている。スクーターに乗っていると口周りが真っ黒くなるため、マスクをして乗っている人が多い。台北市内の主要な道路は、中国の地名、政治上の人名、古典により命名されるのが原則となっている。しかし新しく建設された道路ではその地域の名称、ビミアビアザ、自然景観や建築物の名称により命名されている。このか。 新美区の再開発地域では以前は松山区に属していたことから松を冠した道路名や分散区の警備地区では以前は警備区に属したことから警を冠した道路名が使用されている2004年より台北市政府は国際化と外国人観光客の利便を考慮し東西南北に漢字名とは無関係に番号による道路表記を開始し同時に 東西南北を付すことで表記を行っている。この方法によれば、南北に第1大道から第10大道、東西に第1大外から第14大外と表記することが定められたが、台湾人の間で定着しているとは言えない状態となっていたため、結局廃止された。丘陵台北市は淡水河に囲まれている立地から、日北市との交通には丘陵に依拠した交通となっている。 橋梁の名称は道路名、人名、古典、河川、地名により付けられている。市内より、日北市へ移動する際には道路名に加え橋梁名により経路を示すことが一般的であり、タクシーなどでも橋梁を指定することが多い。市林よる一、じ、敵加害の歴史的建造物群。ありがとうございます。